はい、じゃあそろそろお店おしまいです。片付けましょう。はい、新中1、はい、新中1の3人、中学生活はどうですか？大変です。何が大変よ。え、なんか大変だけど楽しいです。楽しいの？本当？まあ最初は楽しいよな。え、クラスは一緒なの？3人。いや、あ、全然違うの。そっか。え、クラスでDMをやってる人いますか？います。あ、いる？ユータと一緒なんで。あ、そうかそうかそう、まあ元々の知り合いでね。はい。うん、新しい友達とかではあんまりいない感じ。うん？うんうん。DMやってるって。いや、あ、そうそうすか、わかりました。え、学校で何が流行ってんの？中1。今だとポケゴーと。ポケゴー、ああそうか、携帯を初めて手に入れた連中が多いから。あと虫神器。ああ、虫神器ね。虫神器第2弾が出るらしいじゃんね。パックの第2弾が出るらしいよ。うん。そうか。へえ。え、みんなもう携帯買ってもらったの？いや、まだ、これから。僕たちまだ。はい、でも、いずれ？そんなことないの？いずれ、いや、高校入ったら。あ、中学生のうちはまだ我慢か。はい、まあ、それもそうだよな。それも。携帯使わないんで、中学生。そうだよな。早くから手に入れるとな。こうやってなんかね、うん、変な風になっちゃうといけないからな。いや。そうですか。はい、まあじゃあまあ DM を続けてくれてるみたいなんで、はい、いいことです。はい、じゃあお疲れ様です。はい、またね。はい、そうか、日曜日大会ないからな。あ、いいよ、大丈夫だよ。はい、お疲れ様です。また明日、はい、学校帰りに来てくれる子たちです。はい、さようなら。あ、部活はみんな入ったの？はい、入ります。どこ入ったか教えて。はい、テニスみんなテニスなの？でも来年作ります。アズ中のテニスってさ、畑さんとか先輩だって知ってる？そうですか。畑さんと須永と鶴とかみんな、え、鶴さん、アズ中、アズ中のテニス部だぜ。うん、とりあえずだって。はい、じゃあ頑張ってください。はい、お疲れ様です。